こんばんは、しげるです。今日は10月の15日木曜日の夜ですね。今日も見てくれてありがとう。今日は野球見てますと言ってもね、もう終わったんですけど、今日もお疲れ様でした。ちょっと気温も低くてね、ちょっと冷えますが、あったかいご飯食べてくださいよ。大丈夫だから、大丈夫だからね。あったかいご飯、あったかいご飯食べよう。大丈夫だよ、大丈夫。大丈夫。大丈夫、大丈夫。大丈夫だから。大丈夫、大丈夫。今通っていった人はもう、そうだね、30歳だよね、うん、今走っていった人は47歳だよね。そう、年齢とかもね気になるよね。本当に一人一人ね、どうやってここまで、この今の今日という日までね、生きてきたのかとか、ドラマだよね。大丈夫だよ。大丈夫。大丈夫だ。明日は金曜日ですよ、ね、土曜日休みの人にとってはあと1日頑張ればっていう感じだね。今更ですが、ここは世田谷公園。ここは結構ね、野球もやるしサッカーもやるよね、うん。ちょっと端っこの方には、まあ、普通の公園として使える部分もあって、スケボーパークみたいなところもね、大きくはないけどスケボーができる専用のねパークがあったりとか、何気にね素敵なんです。こういうね、なんか野球してるところが見れるっていうのもね、素敵な場所ですよね。今日もね、僕はこう道端に車を止めて見てるわけですけど、結構昼間とかはね、タクシーの運転手さんとか休憩したりとか、まあいろいろね、みんな車止めながら自分のことしながら野球やってるなぁと、サッカーやってるな、いいなみたいなね感じで見てますけど、大丈夫、大丈夫、大丈夫ですよ、大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ。野球やりたいな。大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ。なんか中日ドラゴンズみたいなユニフォームですね。いや、というより日本ハムか、うん、
大丈夫大丈夫。キャッチボールってすごいね。すごいこうコミュニケーションだよね、うん、お知らせが入ります。野球場ご利用の方にお願いします。世田谷公園野球場では人工芝生のため金属スパイクの使用が禁止です。人工芝生全然打てないよね。世田谷公園野球場ではね、人工芝をね、傷めないために金属製のスパイクは禁止ですよと、そんなね、アナウンスが流れましたよ。野球場ご利用の方にお願いします。世田谷公園野球場では人工芝保護のため金属スパイクの使用は禁止です。人工芝対応のスパイクやシューズの使用をお願いします。さあ、というわけで今夜も大丈夫だよ言ってます。もちろん明日も言います。明日もね、明後日も、明日はね、どこで大丈夫だよっていうかちょっと分かりませんけど、明日も必ず見てください。そしてこの言葉を聞いてください。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫だから。それではまた明日。